はい、こんにちは。純米酒専門屋田新宿三丁目店の斉明です。本日もよろしくお願いいたします。本日は広島県から生協、はい、こちらの36石蔵という、限定酒のご案内です。36石蔵と書いてありますけども、これどういう意味かというとですね、36石作ってますよと、36石作った限定酒ですという意味です。で、皆さん1石というのはどのぐらいの量かご存知でしょうか。一石というのは、一升瓶 1800ml の100本分です。ということは36石ということはですね、3600本限定のお酒ですよと、そういう意味合いになるわけですね。よく日本酒を製造量、蔵の製造量何石ですかっていうね、聞き方をするんですけども、まあ、400石ですとか、まあ、400石と言われたら、あ、一升瓶4万本作ってるんだなと、ね、1万石ですと言えばですね、一升瓶100万本作ってるんだなと、まあ、そんな風に判断ができるわけです、ね、というわけで、36石蔵は3600本限定のこちらお酒なんですけども、まあ、こちらはここにマークありますね、生協の竹原というですね、スタンダードな純米酒があるんですけども、そちらの中取り部分を詰めたものがこちらの36石蔵です。まあ、中取りというのは日本酒を絞る際に最初に出てくる部分がこうあらばしりで、一番最後にギュッと絞る部分を攻めという言い方をするんですけども、その間の部分ですねを中取りと呼んでいます。まあ、品質としても、まあ、香りも味も非常に安定していてですね、美味しいということで、まあ、中取りの方が高く取引されたりすることが多いです。まあ、そんな中取りを瓶詰めしたのがこちらの36石蔵なんですけども、まあ、非常にこう口当たりソフトでですね、甘すぎず辛すぎず、とてもこうバランスのいいお酒で、まあ、お客様にも非常にこう人気の高いお酒になってます。まあ、そしてまあ、皆さんもネット今ありますので調べていただければわかるんですけども、その美味しさにもかかわらず非常にリーズナブルなお酒なんですね。はい、ということで、まあ、私も、まあ、非常に家の晩酌酒としてもね、まあ、こちらたまに使っているお酒なんですけども、今回は広島の生協36石蔵のご案内をさせていただきました。本日もご視聴どうもありがとうございます。